植松多段は東京都日野市出身の日本の実業家。株式会社植松の代表取締役社長であり、レーシングドライバー兼監督。愛称は、父の影響で子供の頃からバイクをたしなみ、8歳からモトクロスをしていた。1987年19歳の時にアメリカクラシックカーの販売を開始。当時の社名はダックオート。 バブル崩壊と共に事業に失敗し、海外へ渡り、約2年間世界放浪の旅をする。1991年に帰国、日本製絶版オートバイの販売を開始。1992年、東京都日野市に、資本金300万円で有限会社上松を設立。1970年代を中心に、当時アメリカに輸出された日本製オートバイを客輸入し日本国内で、 販売開始。同時に南米などに日本製オートバイの輸出を始める。2002年有限会社上松から株式会社上松へ社名変更。2008年東京都八王子市、宇津木町に本社移転。2013年から全国に支店展開を始め、2019年現在、東京本社、中部岡崎店、神戸明石店、福岡店、沖縄店。 北海道串路店の6店舗を展開した。レーシングドライバーとしては、2002年にスポット参戦したスーパー耐久レースで中村義明監督中春に声をかけられ、全日本 GT 選手権 GT300 クラスチャンピオンのチーム大進のオーディションに参加し合格。2003年大進アドボンシルビアにて全日本 GT 選手権 GT300 クラスに 星野和樹とデビュー。全日本 GT 選手権が初めてのフル参戦レースで、ほとんどのコースが初めて走るコースだったが、前線でポイント獲得、シリーズランキング6位を獲得した。2004年、自動車レースフル参戦2年目にして全日本 GT 選手権、GT500 に参戦。一つやレーシングより、三津田秀俊とフェラーリ550マラネロ GTS で、 フル参戦する。2005年、全日本 GT 選手権に、R&D スポーツより、柴原慎介と、ウィルコムバイマック 350R で、GT302 フル参戦。2006年、チーム上松発足。ナインテントのコラボで全日本 GT 選手権に、潜在革命ポルシェ 911GT3RS で、フル参戦。2007年、 バイマック 320R を R&D スポーツから購入、スーパー T GT、GT300 クラスフル参戦。2008年、バイマック 350R をノバエンジニアリングより購入、スーパー GT にチーム上松として4イ、e、ーブロウ松マツ 320R と16チュガイウエマツ 350R で2大体制で参戦、最高位4位。この年を最後に、 GT 参戦を休止。2013年スーパー耐久にレース復帰をし、2006年の ST-3 クラスシリーズチャンピオンに続き、2013年、2014年と ST-4 クラス連続シリーズチャンピオンを獲得。2017年には最高峰クラスの STX に参戦、第3戦、鈴鹿5時間耐久レースで優勝した。2018年は、 チーム、ホンダの一員として、STTCR クラスにモドゥーロウィズドームより、97モドゥーロクビック TCR で参戦、元 F1 ドライバー中野真嗣、小林隆大津博樹と共に、4度目のシリーズチャンピオンを獲得した。2019年、ピレリスーパー耐久シリーズにモドゥーロレーシングウィズドームが参戦し、ホンダシビックタイプ RTCR で、上松忠夫、 中野真治、大津広樹の4名のドライバーが参加。4人目のドライバーには、STTCR クラス参戦経験を持つ遠藤、光弘が加わり、チーム監督は、彦田国正が務める。絶版、上松公式 HP 代表挨拶、JAF モータースポーツドライバー情報からの検索、スーパー GT2008 チームインフォメーション、JAF モータースポーツ公式サイトスーパー GT、 公式サイトリッスン、試行品としてのバイクに再び命を吹き込み、走る喜びを届ける。ありがとうございます。